いつ放映されるのか分からず、たまたま新聞を見た眠い目をこすりながら見ていました。スタジオにも見学に行けたらいいなぁと前から思っていました。スタジオって大阪？名古屋って来ませんか？え？電波弱いの？それでは出てきていただきましょう。この方です。小池栄子さんです。そう、忙しいのによう名古屋来れましたね。いやいや、もう帰りたいですよ。帰りたいもうドキドキして。何を言うとんねん、ほんまに。それでこの筋なしというのは知ってたの？知らなかったやろ。だって師匠に聞いたことあるじゃないですか。あ、名古屋で昔にな。うん、で一度やっぱりね、手締めたい。いや、だから全く筋がないから、はい、あのキスするかも分かるんだよ、俺、英子に。そのそういうのもあるよ。それは恋愛でやな、はい、それとか変態の役もできるよ。ね、すごいね、あれ。何でももうその時に合わせて、何でも OK って合わせてて合うか、はい、隣合う二人、これは初めてのケースなんです。あ、そうなんですか。あの、一つ、大体一つのなんか大きな家とかそういう感じなんですけど、はい、隣、僕見てないのよ、それ。ちょっと見に行こうか。はい、どんな、俺も見てないの。このために毎回セットを作ってるんだ。そうそう、毎回セットやね。それじゃあちょっとお客さんに聞いてみましょうか。はい、ね、お客さんとこ行きましょうよ。あ、お客さん、はい、お客さんいてるねんで。知ってる？知らんやろ。見てるってことですね。お客さんがその場で笑えないから。あ、そうですよね。あー、ほんとだ。よかったな。こうお客さんいるって分かんない方がやりやすかったかもしれないですね。さらに緊張が増しちゃう。見られてるんだと思って。それはしゃあないやん、こんなもん。なんでそんな緊張するの？なんでやねん。全然、だって今でも舞台こう、まあまあまあ、人とか飲んでる。それはええことやろ、うんうん、あ、ちょっと笑っちゃうんですよね、見ると。メガネと目が近すぎるんですよ。そんなことアホか。これはもう一流の証拠や、これは。はい、でお客さんに聞いた方がいいです。え、そうそうそう、あの二人なんですけど、どうしたらいいのかですね。あ、こうしたい、そしてまたこんなことを付け加えたいというんだったら自由に演出家になってください。手挙げてください、なんかこう言いたいという人。あ、手挙げて、あんた、あなたもごっつい無責任考えてるんです。手挙げ、自分で手挙げて、やろう、手挙げて、隣の子なんか、ええー、って。そんなおかしいやん、なんか手挙げて、なんで締めてんの。あなたが決めなさい、あなたが立ちなさい、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 あんた上がってきなさい、ここ。こっちはね、もう住んである人、こっちは引っ越してきた人、ね、うん、引っ越しする人かもしれない。引っ越しする人かもわからない。ああ、いいことやな、それな。こっちが鶴瓶さんがこっちが俺、うん、インテリな感じで。インテリな感じ。パソコンがあるから。パソコンが。俺はここやね。俺はここやね。で、隣にいてんのか、隣から入ってくるのか、いろんなケースあるよ。両方とも入ってくるやつもあるね。うんうん、いて、小池さんがいる。いる。いる。で、なんだろう。うるさいな、みたいな隣が。そんなことは言わんねえな。そこまで言ってくれたんだ。そんなことは言わんねえな。うるさいな言うのは分からなかった。うるさいな言うたやねえな。それでは行きましょう。これで行く？行ったらもうすぐ始まるの。まあそうでしょうね。私がじゃあこっちでね。はい、行きますか。はい、はい、じゃあ行ってきます。パソコンなんかあれへんやん。パソコンどこにあるの。全然あれへんの。
ちょっとモニターこっち向けといてくれる、はい、あの小池にもちょっとモニターだけ見せてあげて、でこっちでやってる様子わからんと意味ないから、俺の様子がまあもちろん分からへんねんけど、最初だけはちょっと分かった方がやろうと思うな、はい、では本番参ります。10秒前からカウントしていきます。じゃあいきます。10秒前、8、7、6、5秒前、4、3、いるかな。いるっぽいな。よいしょ。はい、すいません、お隣に引っ越してきた佐々木と申しますけれども、ご挨拶に来たんですけど。あ、大丈夫でしょうか今。ああ、はじめまして、佐々木と申します。いやうち息子がね、はい、僕は息子のとこで今日泊まりに来ただけなんですよ。息子に言うときますわ。あ、そうなんですか。お父様ですか。そうなんですよ。あ、そうなんだ。隣へ引っ越してきはった。はい、今朝引っ越してきてまだ挨拶回りしてないんで、ぜひと思って。お隣さんやっぱりこれ引っ越しそば。コンビニのなんですけど。いや、こんなもらっていいんですか。どうぞ。じゃあこれ息子さんと食べます。いやいや、息子はね、はい、今日は合宿でね、はい、帰って来ないんですよ。あ、本当ですか。で僕は今日こっち出張来たもんで泊まらせてもらってね、はい、今息子の携帯に電話したんですけどね、はい、いやもう全然出ないし、ほんでもこの辺の様子が分からへんの、僕も分からへんのですよ。お宅も引っ越してやった。分かんないです。東京から来たんで。あ、そうですか。分かんないんですよ。だからいろいろ教えてもらおうかなと思ったんですけど、ここら辺。あ、隣。はい。大丈夫。なんでですか。あ、いやごめんなさい、ごめんなさい。なんかここら辺物騒なんですか。いや気付けなんで。あ、気付けなんて、そらまあ一人妻やから。いや、よかったら上がってください。よかったら。本当ですか。はいはい。いや、まだ隣はまだちゃんと片付けてられるんですか。一人で。一人なんですけど、もうちょっと荷ほどき時間かかるんで。あ、そうですか。はい、ぜひこれ息子さんと食べてください。 ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。あ、よかった、いい人そうだ。
息子はしばらく帰ってこないもんですから、はい、引っ越しそば2つもらってもあれなんで、あ、まだあれですか。今ね、行こうと思ったんですよ。どこに。お隣にちょっと私も流して。あ、どうぞどうぞ入ってください。いいですか、散らかってますけど。女の方だ、そんな女の方のはなんだ、なんぼ引っ越しやるだったんだ。入ってくださいよ。ちょっといろいろ話聞いてもらいたいこともあったんです。どうですか。いやいや、女も、あ、じゃあ私と一緒に食べます。じゃあ、あ、ほんなら、そうします。ここ開けときましょう。開けときましょう。なんか変に思われたんですな。そうですね、なんだね。突然息子さん帰ってくるんですね。そうです、息子が帰ってきてこんなとこ入ってたら、怒られてるんですね。はいはいはい。あ、机ないんでこれでいいです。そうですか。いやいや、いや、よかった。なんか、一緒に喋る人いてよかったです。いやいや、向こうで向こうで食べませんか。え、私全然大丈夫ですよ。いやいや、うち、うちの息子の部屋の方がええと思いますわ。私ちょっとこの部屋なんて、いや、向こう、これ安かったんですか、この家賃は。はい、何倍やったんですか。35,000円。そうでしょ、はい、そうでしょ、35,000円で何もいらん言って、あれでしょ、保証金も何もいらん言うんでね。そうですね、でも、まあ、母親に全部任しちゃったんですけど。不思議やなぁ、言うて。ね、うちの息子のとこあれ、もう75,000円ですからね、あんなんでも。あ、本当に、隣でも随分料金変わるんですね。まあまあ変わる。ちょっと、うちって行きませんか。あ、いいですか、じゃあ。ねえ、うち来はったやろし、ここ、あれや。このロープは、ここの元々のロープですか。これ、そうですよ、持ってきたんです。持ってきた。私が、はい。よかったよかった。ちょっとね、渡したいものあったんですよ。ね、そう、なんですか。なんか恥ずかしいですね。全然恥ずかしいことないかな。いや息子はね、ちょうど鍵をね、はい、ちゃんとあれしてくれて、俺もちょうどこの辺のことは分からんので、ここの中華料理頼んだんですけどね。あ、そうなんですか。ね、昨日もいてたんです。昨日おられなかったからね。あれ、あ、まあどうぞ座ってください。あ、すいません、失礼します。綺麗にしてるんですね、息子さん部屋。まあきっちりしいでね。いや、あいつもね、なんか何してるんですか、息子さんは。いや、だから学生ですよな。あ、学生さんで。お宅は何してはるんですか。綺麗な、綺麗な方でんな。あ、本当ですか。パッと見はアルバイトです、ただの。あ、アルバイト。はい、ちょっと、それ何。これ、お父さんがね、はい、ちょっといなくなっちゃったんですよ。お父さんがいなくなった。はい、急になんか、わあ、それようあるな、今な。何ですかね。それで、こっちへ。はい、お母さん探しに行ってほしいってことで。あ、この近辺に、あれですか、うん。隣は前住んであったのは、あれですよ、男の方ですけどね。かっぷくいい方でした。まあまあ、ちょっとしか会うてないんでね、あれですけど、まあ、かっぷくいいということは、かっぷくいい方でしたかな。うん、なんか、ここのアパートにお父さんが暮らしてるかもしれないっていうのが、なんか、お母さんの方に入ってきたみたいで、で、ここに来たら会えるんじゃないかってことで、そしたら空き部屋になってたんで、とりあえずここに引っ越してくれば会えるんじゃないかなと思って。あなた、そのお父さんとはどれぐらいおったありまへんねんな。もう5年ぐらいですかね。ああ。私が中学校の時だったんで、いなくなったの。ああ、そう。いや、そうですか。いや、はい、でも安いな、35,000円は。ねえ。いや、知らありまへんの、うん、こんなこと言うでもう悪いですけども。はい、急に隣の人おらんようになってね。はい、なんでだろう。いただきます。あ、はい、はい、ぜひどうぞ。こんなんですいません。今アルバイト。そうです、うん、はあ、そっか。
美味しいですか。これうん、これあのお父さんの洋服で、それで、うん、来たら会えるかなと思って一応お母さんに買い持ってけって言われて持ってきたんですよ。でなんでこの部屋に持ってきたんだろうとかって何食べるんですか。いや、いや、お父さんすごいお蕎麦が好きだったんですね。ですごい体型がお父さんに似てるから思い出すなと思って。すいません、なんか暗い話になっちゃいましたね。息子から、はい、聞いてますけど、はい、わけありですせ、隣は。きっとあるんでしょ。お父さん、かっぷくの夢穴描いた人でさ、はい、まあ、私にちょっと似てるなぁ言うて息子も言ってましたけど、はい、多分お宅のお父さんや思いますよ。それ分かって僕が引っ越してきはったんでしょう。お父さん2ヶ月前にここで自殺しはりましたで。分かってはるんでしょ。何べんも警察の人が来てね、分かってんとそんなん家主も貸さへんやろしな。怖ないやろ、そらお父さんと一緒におれんのやったら。もうちょっと早う来たやったらよかったのにな。あんたでもずっとお父さんとは2年ぐらい口聞いたはれんかったらしいですな。なんかあったんか知らんけど。はい、生まれて初めてした喧嘩だったんですけど。それで、まあその事情は知らんねんけど、お父さんごっつい寂しがってはったみたいですよね。本当ですか。うん、まあ、あることに疲れて、お父さん、うん、あんた、なんでお父さんつない喋ったらあれんかって。喧嘩なんてほら結構単純なことであるじゃないですか。私にとってはまさかそんなにお父さんが思い詰めてると思わなくて、しばらく仕事もうまいこといかんようになって、それで家もうまいこといかんようになってすると出会ったみたいやけど、はあ、まあしゃあないわいな。あんたそういう思春期みたいな時やから、お父さんのこともな、隣行ったげ、お父さんいてたとこや、そっちの方が喜ばはるわ。
第一発見者はな、息子やったんや。この部屋、この部屋で亡くなった。息子もえらい泣いとった。ああ、入ってあげな、あれ。はよ。まさか死んでるとは思ってなかったやろうけどな。どういう状態で亡くなってたんですか。いや、わしは死めへん。息子は。よかったな。うん。ええよ。ゆきえ。ゆきえ。よう来てくれた。ゆきえ。どうしたんですか。名前ですけど。あ、言ってましたか、そんなこと。泣きすぎや、びっくりするわ。ほっと見てそば食うてたら泣いてたら、じゃあどうしようかなって、これをどう使おうかなと思った時にすごいなんかうちのお父さんのサイズだなと思ったら、お父さん死んだことに、死んだっていうかいなくなったことにしようかなと思って、まさか泣くなんて思ってなくて、俺な、痛くなって思ったよ。絶対女優と結婚したらあかんな。あんなんで泣ける。すごいよね、あれ。俺そば食うてて違う話読むの。ゾーン入っとんね。あんなすごいな。泣かれへんだよ普通。ほんな俺もういた子にならなさ。それでは、女優小池栄子でございます、どうぞ。難しいやろ、違う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 、アパート2つなると、やっぱり難しいの。こんな試み初めてやもん。そこ行くきっかけを作らないかんねんから。そうですよね。じゃあ隣同士では絶対演技できひんやんか。ノックしか。うるさいってどっかで言おうかなと思ったけど。いや俺もうるさいって。お前泣いてしもたからうるさいなって言われへん。そうだよね。いやでも予想外の涙だった、ね、びっくりした。ほんまにボロボロ俺すば。俺いた子やで。こんなんちょっと笑いそうになりませんでした。お互い俺が途中でやね、もうどこら収めどころはどこかな思って。そうなんです、ね、俺お父さんだろう思って。なるにはどうしたらいいかな。いた子やって。でも、
やらしたお前やないか。ちょっとよだれ垂れてる。あ、やらしたな。そば食うながら。びっくりした。それでは行きましょう。誰ゆきこって思います。ゆきえ、お前最初の名前、あ、ちょっとストップ。お前最初何なんですけどって覚えてる？佐々木です。お前覚えてんな。覚えてますよ。俺その名前忘れてやな。名前何やったからこう言って。確かに佐々木、佐々木とは言えないですもんね。いた子になってもね。そうやね。いた子がやで、佐々木。佐々木。はい、どうぞ。どうしようと思ってたけど、俺もね、自分の部屋言うてもな、この年でこれぐらいの部屋だったらちょっと問題ありますもんね。そうそうそう、よっぽどよっぽど訳ありやで、うん、いやでも本当役者鶴瓶さんだったな。何しようって考えてる。ストップ。お前は何にやけて笑ってんの。これはこれは何やねん。あ、懐かしい。お父さんこんなの来てたなっていうことで、もうここでお父さんになったわけ。もうお父さんって言葉は出してないですけど、なんかもう気持ちやすかったよ、うん、してたの。おお、なるほどなるほど。気持ち悪いな、これ自分の身の。はい、はい。すいません、あのお隣に引っ越してきた佐々木と申しますけれども。自分のお隣って言わないよね。あのご挨拶に来たんですけど、うん、今思った。大丈夫でしょうか今。ああ、はじめまして、佐々木と申します。いや、うち息子がね、はい、僕は息子とかで今日泊まりに来ただけなんですよ。じゃあこれ息子さんと食べます。いやいや、息子はね、はい、今日は合宿でね、はい、帰って来ないんですよ。ストップ。あ、本当に。俺もようその合宿とかそんな思い出したけど全く考えてないねんけども。すごいね、口から出任せで生きてきたね。そう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 ねえ。いや、私もこう息子がって言うから、うん、息子なんだよ、お前が住んでろよと思ったのその時、息子って言った時に やりにくい、やりにくい、なんだこいつと思って思った思ったよ、ごめん。なんて複雑になるのも息子とか言われると。大体こんなお前アパートに住むこの50年は悲しすぎる。悲しすぎるやないかい。せやろ、そんなんかこのスーツ似合えへんやないか。このスーツは何やねんこれ。こんなピリッとしたらこれおかしいやないか。せやろ。そうですね、大体こんな、はい、こんなアパート誰が住むねん。俺はすいませんね、53歳一生懸命頑張ってきた。はい、どうぞ。この辺の様子が分からへんの。僕も分からへんのですよ。お宅も引っ越してやった。分かんないです。東京から来たんで。あ、そうですか。分かんないんですよ。だからいろいろ教えてもらおうかなと思ったんですけど、ここら辺。あ、隣。はい。大丈夫。なんでですか。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ストップ。はい、何。これはどういう、何を考えたんですか。この隣に何が。俺もお父さんも何もって感じじゃない。隣はなんか出るでっていうことにしようかな。ああ、ことだったんだ。うん、だからしなった後に来てね、あれしなったが出るでっていうのをね。ああ、意味深にしてましたもんね。ちょっと意味深にしたら話が広がるでしょ。ああ、そっか。私はな、また複雑に仕上がってると思ったら。ちゃんと考えてサポートしてくださったんですね。当たり前やねん。すいません。お前腹で何思っとるか知らんけど。そんなこと思ってたら全く複雑にしやがって。なんで、え、そうなんですかって言ったか、すごい驚いてるもん私。ほんなら後で3万5千円は安すぎるやねん。何度分けありやから、そんなもんは。そうだよね。なあ、あ、そっか、つながるな話が、うん、いやどうぞ。でね、やかましい言うてたやろ。ストップ。やかましい言うたから、あれみんな落としたろ思ったんよ。あ、ほんなやかましい言えるやんか。やかましいとか、やかましてすんませんなとかなんか言えるやんか。それがこっち残ったから落としたろ思ったんやけど、ことのほか重かったよ。痛かったんだ本当に。そんなには痛なかったけど、重か落とされへんかったよ。無防備にミント上上がったから。やっぱプレッシャーかかるな、あのやかましい言う言葉を言えよ思ったら。そうですね、うん、私もここで言うべきかなとか考えながら、うん、そうやだ、お前が悪いね、いらんこと言うて。どうぞ。
息子はしばらく帰ってこないもんですから、はい、あの引っ越しそば2つもらってもあれなんで今ね、あの行こうと思ったんですよ。どこにお隣にちょっと渡し物が。これもうなんで渡すって考えて言ってるのか全然わかんないです。お父さんの荷物を持ってきたからまあね、なんか私この時はあもういらないもんだから来ますかってあげようかなと思っててものすごい貧乏くさいおっさんおい常識ないの出張で息子の家に泊まりに来た人間に引っ越してきたというあ父親の荷物やあげようかってだって貧乏くさい顔してんだもん。あらずなしょうがないじゃん。こんなこと思い出すなでまたなんでこんな服がこんなとこあったんやどうぞ。確かに、あそうか俺の部屋やという設定やったんや。そうか、お前が悪いねそうや俺のもんやねあれは。あそうなんですね。だってカバンもだって男もんだもん。そうよ、ほんまにこのむちゃくちゃぶち壊しやがってどうぞ。向こうであの向こうで食べませんか。え、私全然大丈夫ですよ。ちょっとこの部屋あんた、いや向こうこれ安かったんですか、この家賃は。はい、何倍やったんですか。35,000円。そうでしょ、はい、そうでしょ、35,000円で何もいらん言って、あのあれでしょ、保証金も何もいらん言うてね。そうですね、不思議やな言うてうちの息子のとこあれもう75,000円ですからね、あんなんでも。あ、本当に隣でも随分料金変わるんですね。まあまあ変わる。ちょっとうちこれでこっち安い言うてるのでそれは分かるやろ。そこはなんか意味ありなアパートやいうのが分からんかった。分からんかった。鈍感なやっちゃなどうしてそんなにだからなんか間違えたのかと思った。料金設定をし、何を言うてんねん。俺はそれはここは危ないでという、はあ、信号送っとんねやないか。そうなんだ。そう、何を言うだ。ああそうですか隣でも違うんですかね。ほかみんな分かっとったわいやな、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな大体なんか訳ありない部屋やなという雰囲気が分かってた人手挙げて。あーこのようなやな、全然分かんなかったですね。そうだ、だって自分があのお家決めるときとか一人暮らしして、うんうんうん、その前何があったかとかっていうの聞かなかったりするから、まあ絶対向こうも言わないわ。あ、言わないですかねそっか、ちょっとうちって言いませんか。あ、いいですか、お邪魔します。うち来あったやろしね、ここあれやん、このロープはここの元々のあー分かるやろ、そういうことなんだ。全然分かんなかった。アホやんな、何にも、何でも。これ分からん方がいいねんけどね、あんまりこっちが分かってしまうとやらしい。あ、そうなんだ、うんうん、細かいとこまでね、ちゃんと。いやいや、このロープでってことなんだ、怖いです、そう考えると。このロープかなっていう感じでちょっと意味振っといたんですけどね。あ、すごい、師匠すごい、うん、何の褒め方やねん。いただきます。あ、はい、うん、ぜひどうぞ。こんなんです、今どっかでね、明るいことにしようかな思いながらやってたんや。そうです、考えた考えるほど。そっか、こっからやで。チラチラ見てるストップ、なんで泣いてるほらアホかいって。俺はそばすすっとるのに横で何泣いとんねん、意味わからへんわ。もうポロってこう面白いね、この後これおかしい。まさかお前そばの音でキュー来たんちゃうか。そば反応してんのちゃう。そばの音よ、そばの音です。どうぞ。うん、美味しいですか。これおかしい。あのお前絶対そばで泣いたよ、もうそばのすすり具合がない。まだ出てくんね涙。いや、きっとあるんでしょ。お父さん、2ヶ月前にここで自殺しちゃいましたで、
分かってはるんでしょ。すごいな、それで泣けんねんな。一回なんか違う、ストップ。ここで初めて自殺したんだって知るから、自分は師匠どんなストーリー作るんだろうと思ったら自殺かと思ったからびっくりして泣いちゃって。だから僕は隣に変わってきはった人は娘さんとかどんな知らんと、もう整理しますと、たまたま帰ってきはった人で、でも実はお父さんを探しに来たって言うんで、それを入れといて、ああほんだらそれで、その前になんか幽霊みたいに出るように言うてたから、それずっと結びつけんのにどうしようかな思って、ずっとそれ考えながらそば食ってた。でお前泣いたしやな、どないかせなあかんな思って。すいません、すいませんやれ、それ泣き放題やから。自殺初めて分かったん、うーってびっくりした。あ、どうぞ。口聞いたはれんかったらしいですな、なんかあったんか知らんけど。はい、生まれて初めてした喧嘩だったんですけど。それでまあその事情は知らんねんけど、お父さんごっつい寂しがってはったみたいですよね。本当ですか。ストップ。これでお前勘違いすんねん。そのことで家出したわけやないねんで、お父さんは。私そのことで家出したと思って。せやろ、そんなお父さんおかしいやろ。それは違うし、嫌いとか言ってショックで出てた。そうおかまや、そんな違うがな。なんか授業があってなんか追われてそういう失敗はあんねや。でも物を言わんと出てきたことが、もうそこ、まあ、息子としゃ、うちの息子と喋った時にそんな話が出たということや。そんなことで出てきて自殺するかい。そんなアホや。そうだと思った。そんなことで自殺せえんやない。授業は失敗し、なんか追われたはんねんやから、それぐらい考えてくれ。こいつ途中で、ね、自分と喧嘩したことがきっかけでお父さん首吊ったもんね。そんなと家で首吊るし、またこんなとこ住んでえから。本当ですよね。なんか変な反応しよったな思って。今思い出した。そうでしょ、あれで絶対。どうぞ。あんたなんでお父さんつない喋ったらあれんかって。喧嘩なんてほら結構単純なことであるじゃないですか。私にとっては前のほら変な変な、まさかそんなにお父さんが思いついて違う。お前これね、これここで思った。こいつ自分が単純、そんなこと知るな。お前幸せなやつやな。家でほんまにすくすく育っとんで、そんなことで死ぬわけがない言うて、そんな人は結婚せえへん言うて。大概このセリフなんでこれ真剣に言うとでもだ。まあ俺の振り方もな悪かったかもわからんけど、そらないでなんぼなんでも。まさかそんなにお父さんが思い詰めてると思わなくて。恥ずかしいやろ今。しばらく固まっちゃって。仕事もあんまいこといかんようになって、それで売ってるやないか。もうこいつ分からへんな、だから説明せるや、仕事も仕事もうまいこといかんようになって言うとかねえか、ほらびっくりしたよ。分かれよそれぐらい、えらいびっくり、ほーやって、ほーやねえから、なんやこいつ、あほやよ。ねどうぞ。痛くなる、ちょっと前だ。俺もうちょっと痛くなんのみんな嫌やわ俺。もうで、どうよ。あ、痛い、よかったって思ってる。これはもう締めた時に覚悟を決めたわけや、痛く。もう痛くや、痛くやね、痛なってるやろ痛く。どうぞご覧ください、痛子です。ゆきえ、見てみて、ゆきえや、よう来てくれた。キャッチした、ゆきえ。来たんですか。いや、痛子なんで、もっと痛子なんで、今はちょっと戻ってんねんね、戻ったよね。早やってくれ。
ますね。もっと早く来てあげればよかった。泣いたらいかん、泣いたらいかん。ちょっと薄めで見ながら。こんな目じゃ。え？オッケーです。びっくりした。びっくりしたよ。俺がびっくりしたよ。面白かった。面白かった。ほんまにお前幸せに育っとんな。なあ、単純やね。お父さん、お父さんは娘と喧嘩して2年口聞いてもらえんで自殺した。いやー、これよう泣けたな、これは。いや面白い。でもその泣いた理由が違うっていうの面白いですね。考え方が全然。これ筋出しの一番おもろいとこやね。お互いに、まあ、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。面白かったな。もしやこういうなんかちょっと人間のこう考えの違いみたいなもの。面白いですね。これが一番おもろいとこやもんな、好きな人の。全然噛み合わず自分ってあるんですか、やっぱり過去に。全然あるよ、もっともっとある。そうなんだ。なんぼ言うても硬い字で戻らないです、俺。本当ほんとだな、はい、ありがとうございました。かっこいい。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。すごいいい経験になりました。またやりたい。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。